はい、どうもこうです。本日ですね、アップルから iPhone 12 mini がですね、発売になります。で、今回ですね、私予約してますので、ちょっとですね、アップルストアまで受け取りに行きたいと思っております。ありがとうございます。じゃあちょっとですね、受け取りに行ってきますので、受け取りに行って帰ってきたらですね、開封もやっていきたいと思いますので、よかったらですね、最後までご覧いただけたらと思います。ちょっと行ってきます。やばい、着いたけどめっちゃ道が混んでて、やばい、着いたけどめっちゃ道が混んでましたね。ちょっとね、予約時間に間に合いそうにないから、ちょっとダッシュします。ちょっと急いで行かないと。はい、ということでですね、 iPhone 12 mini ゲットしました。よいしょ、よいしょ。はい、ということでですね、 iPhone 12 mini ゲットしてきました。ありがとうございます。はい、早速ですね、これ中身出してみましょう。こちらが iPhone 12ミニでございます。はい、今回ですね、ブルー購入しました。で、128GB ですね。はい、久しぶりの iPhone、 6年ぶりかな、6年ぶりの iPhone ですかね。今までがですね、こちらの iPhone の 6S プラスをですね、使っておりました。こちらのですね、 6S プラスの方を使っておりました。まあ、箱よりもでかいですからね、これね、 6S プラス。はいはい。で、ようやくですね、まあ、久しぶりの iPhone 購入する経緯に至りました。というのがですね、ちょっと今使ってたこの iPhone 6S プラスのですね、まあ、カメラがですね、ちょっとおかしいんですよ。まあ、おかしいというか、おかしいんですよ。撮っててですね、まあ写真も動画もですね、手ブレしてないのにブレてるんですよ。こうずっとですね、画面がブレてる状態だったので、全然ですね、動画も、写真も撮れないような状態だったんですよ。ちょっとこれ撮ったやつ見せます。すごい、もう波打ってますからね、これね。多分手ブレ補正がもうおかしくなってるんだと思うんですけども、もう揺れて揺れてですからね、これね。ローズイヤーって、もう本当ルナシーじゃないんだからっていうぐらい揺れてますからね。うん。すごい揺れてるので、はい。これはちょっとカメラ使えないので、去ってですね、やっぱり撮りたい時あるんですよ。子供とかですね、動物とか、そういったものをですね、写真だったり動画だったり、さっと出してですね、撮りたい時がやっぱりあるので、ミラーレスとかですね、まあ一眼レフで撮るとやっぱり綺麗なんですけども、さっと出してですね、撮れないっていうところがですね、ちょっと不便なので、やっぱりそういうところはですね、こういったスマートフォン、iPhone の方が使いやすいっていうところがあります。はい。なので今回ですね、久しぶりに iPhone のですね、12 mini、購入しました。はい。というわけでですね、早速開封してですね、開封してですね、中身ちょっとですね、やっていきたいと思います。で、今回ですね、ケース、ちょっと別で、マグセーフとかではないんですけど、マグセーフ対応とかではないんですけども、今回ちょっとケースですね、ネットで購入しています。それとですね、そうですね、これミニ用だね、ミニ用ですね。あと、フィルムですね、ガラスの方。これもですね、ザ、ガラスサムライ、ガラスサム、サムライじゃないの、これ。ガラス侍、あ、ガラス侍。ガラス侍っていうですね。宮本武蔵書いてあるな。うん。これ結構ですね、まあいいっていう評判のネットの方はあったので、これを購入してます。で、これちょっとですね、つけていきたいと思います。カバーとですね。で、しかもですね、これガラスつけるですね、なんかすごくつけやすい、なんか専用の、道具があるみたいで、このガラスがですね、綺麗に貼れるっていうところですね。まあ、それをですね、ちょっと試しながらやっていきたいと思います。まあ、iPhone 6S プラスですね、まあ、なかなか良かったんですよね。で、このガラス貼ってるんですけどね、フィルムで。これですね、もう2回ぐらい割ってるんですよ。
で、このガラスって結構高いじゃないですか。まあ今、最近はだいぶ安くなってきたんですけどね、1000円とか2000円ぐらいで買えるんですけども、この当時はですね、めちゃくちゃ3000円とか4000円ぐらい、高いもので5000円ぐらいしたんですけども、今はですね、100均に売ってるんですよ。この 6S プラスのですね、ガラスだったらですね、ガラスフィルムだったらですね。すごくですね、まあ取り替えがすごく楽だったんですけど、やっぱりちょっとカメラがですね、使えないので、こちらはですね、メイン機として使っていきたいと思います。はい。で、電話機としてちょっとこれですね、サブ機で使っていこうかな、会社用で使おうかなというふうにですね思ってますので、これはこのまま取っておこうかなというところになっております。はい。アップルストアで買うのですね、初めてですね。アップルストアで買うのが初めてっていうか、iPhone を SIM フリーで買うのが初めてなんですよ。まあ、Mac とかはですね、Apple で買ったことあるんですけども、SIM フリーの iPhone って初めてなんですよね。今まではやっぱりキャリアで購入してたっていうところがあるので、まあ、そこもですね、ちょっとApple に行って購入するっていう楽しさもあって、すごく良かったです。で、店員さんともですね、ちょっとお話ししながら、まあ、Mac のですね、MI 搭載のですね、MI チップ搭載の Mac が出るので、それによってですね、まあ、ちょっと MacBook Pro の13インチと MacBook Air の13インチもちょっと見てきました。はい。その辺もですね、ちょっとすごく良かったなっていうふうに思っております。はい。で、ついでにですね、まあ、ちょっと余談にはなるんですけど、ニコンのですね、Z6II もですね、触ってきたんですよ。量販店の方で。めちゃくちゃいいですよね。うん。まあ、すごくいいなっていうふうに思いました。あれ、握った瞬間に、すごくですね、D750 とですね、握った感触近いんですよ。なので、まあ、これすごく取りやすいだろうなっていうふうに思いました。で、しかもですね、ボタンの押し具合とか、画面の綺麗さとかですね、隣にですね、やっぱり α7 III あったんですけども、それと見比べながらやってたんですけども、やっぱ段違いにやっぱりその操作性っていうのは良かったですね。ただ、うん、画面の見やすさとかもですね、うん、あとはこれが動画にですね、内部録画に対応してたら本当に嬉しかったんですけどもね、そこがちょっと残念なところではあります。はい。ではちょっと余談になったんですけども、はい、こちらですね、ちょっと iPhone の方を開封していきたいと思います。とは言いつつですね、ちょっとほこりが気になるので、こういったんですね、貼るのに、ちょっと上着脱ぎます。はい、じゃあ早速ですね、やっていきましょう。で、思いっきりね、これね、空気入っちゃってるんですよ。抜けない、抜けないの、これ。抜けるかな。じゃあ早速ですね、これセッティングをですね、していきたいと思っております。フェイス ID。と、パスコードを設定して、iPhone から直接設定する。今ってこういうことができるの？すごいね。今この近づけるだけでできるんですね。めちゃくちゃ楽だな。今まではね、Mac につないで、バックアップデータ取ったか、どこから、持ってきてたんですけども、すごいね。超簡単になってるじゃん。はい。ちょっとしばらくお待ちください。データをですね、移してる間に、これですね、SIM、を入れ替える用のピンですね。あとは、このコード、充電用のコードですね。はい。あ、しまった。タイプ C 用のアダプター持ってねえわ。あ、そうか。今回からタイプ C になったんだった。うわ、しまった。どうしよう。タイプ C 用の、あ、そうかそうか。でもこっちがライトルームだから普通のやつで使えるんだ。え、よかったー。びっくりしたー。タイプ C のアダプター持ってねーと思って。そうですね。普通のやつもこっちがライトルームなら充電できるんですよね。これは別に使わなくてもいいっていうことですよね。よかったよかった。びっくりしたー。はい。
今回ですね、まあ、iPhone 12 mini の方を購入したんですけども、まあ、大きさはだいぶ違いますけどね、画面の大きさってほぼ一緒なんですよ。まあ、画面の大きさっていうか、見れる、インチっていうのはですね、こっちが 5.6 インチ、5.4 インチ、そんなもんだったと思います。で、iPhone 12 mini も同じように 5.4 インチぐらいの、見える大きさなので、画面がですね。まあその辺ですね、だいぶ良かったかなっていうふうに思ってます。同じぐらいの大きさ。まあでも同じようには見えないですけどね。縦がちょっと長い、横がちょっと狭いっていう感じかなですね。はい。で、今回買ったカバーは、黒縁にゴールド。まあちょっとね、綺麗にはまってないっていうところが気にはなるんですけど、もしかしたらちょっともう一回変えるかもしれないですけどね。これボタン、ちょっと押しにくいかな。あ、設定が終わりましたね。で、これを上にスワイプしてデータ転送中。あ、ちょっとここ長そうだな。はい、というわけでですね、 iPhone 12 mini、今ですねデータ転送をですねしてたんですけども、なんか4時間ぐらいかかるって出てて、ちょっとこれは長すぎるなと思って一旦ご飯食べてきたんですよ。お昼ご飯ですね。で、それでも全然進んでなかったので、ちょっとですね Mac の方につないで、こっちのですね、iPhone 6S Plus のですね、データをバックアップ取って、そのデータをですね、こっちの iPhone 12 mini の方にですね、移そうとしたんですけども、なんかうまくですね、移せなくて、結局、iPhone から iPhone への今データ転送をしている状態になってます。で、残り時間がですね、まあ3時間もあるので、結構ちょっと長くなっちゃうので、今回の動画はですね、まあここまでという形でお話をしていきたいと思っております。はい。まあ、せっかくですね、iPhone 6S Plus からですね、iPhone 12 mini 買ってですね、ちょっと大きさこれ比べてください。はい。このぐらいの大きさの違いがあります。これが大体ですね、12 と同じぐらいの大きさになっているので、まあ、このぐらいのコンパクトさでですね、やっぱ持った感じ、ちょっと厚かった感じ、ですね、ちょっと見てるんですけども、めちゃくちゃいいですね。このコンパクトさで画面ってですね、そんなに変わんないんですよ、この 6S Plus と。うん。なので、これはですね、本当にね、12よりも12 mini の方がですね、かなりおすすめですね。まあ、こんだけコンパクトって持ち運びもいいですし、同じぐらいの画面の大きさっていうことはすごく見やすいので、その辺がですね、すごく利点になってると思っております。はい。今後もですね、この12でいろいろ写真を撮ったりですね、動画を撮ったり、その辺もですね、ご紹介していきたいと思っております。こちら画面の方にですね、ガラスの方を貼った時に、気泡が入ったんですけども、時間が経ったらですね、なくなりました。はい。なのでこのですね、ガラス侍結構ですねいい感じでした。はい。で、縁枠がですね黒くあって、結構ですね画面いっぱいいっぱいまでですねカバーしてくれるので、すごくいいものかなっていう風に感じましたので、これをですね今後使っていきたいと思います。で、カバーがですねちょっとねいまいちなんですよ。このフィットしてない感じがちょっといまいちだったので、もしかしたらちょっとこれ買い替えるかもしれないですね。マグセーフのですね、カバーもいいんですけども、まあ基本この、つないで充電すればいいだけの話なので、別にマグセーフじゃなくてもいいかなっていうふうに思っております。はい。というわけでですね、今回の動画はここまでになってますので、今後もですね、こういった iPhone とかですね、カメラ関係、動画関係、お話をしていきたいと思いますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい。ではですね、ちょっとグダグダな動画になってしまって申し訳ないんですけど、まだですね、ちょっとデータ転送終わってないので、中身をですね、ちょっとお見せすることができないんですけども、終わり次第ですね、また新しくですね、いろいろ動画を配信していきたいと思ってますので、よかったらそちらも見ていただけたらと思います。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。あ、やべえ、この 6S って充電してるんだけど、全然充電になってないわ。これ接続ももう やばいよね。充電があんまりできなくなってるし。っていうか、4時間に増えちゃった。さっき3時間だったのに4時間に増えちゃいましたね。これいつ終わるんだろう。